ポルトガル陸軍はポルトガルの陸軍。第六カカドール大隊の兵士ポルトガル陸軍の歴史はポルトガルの歴史と密接に繋がっている。陸軍は12世紀のポルトガル王国成立時から存在し歴史を継続させている点において世界最古の陸軍である。陸軍は12世紀にムーア人とレオン王国から独立を勝ち取るために戦い、14世紀に カスティーラ王国の侵攻に対し、19世紀には半島戦争でフランス帝国による侵攻に対して戦った。15世紀以来、陸軍はアフリカ、アジア、アメリカ大陸、オセアニア及びヨーロッパなど世界各地で、第一次世界大戦ではポルトガル遠征軍団を編成し、連合国の一員としてヨーロッパ戦線やアフリカ西部で戦う。 1961年から1974年まで、ポルトガル植民地戦争のため、ポルトガル領インド、ポルトガル領ギニア、ポルトガル領アンゴラ、ポルトガル領モザンビーク及びカーボベルデで、大小様々な戦闘に関与し、多くの戦場では、優勢を保持したが、最終的には敗北する。1974年4月のカーネーション革命により、翌5月には、 アントニオスピノラ将軍を主犯とする臨時政府が成立する。また、カーネーション革命の混乱に乗じて、インドネシア軍は東ティモールに侵攻する。冷戦終結後、ボスニア・ヘルセゴビナ、コソボ、東ティモール及びアフガニスタンなどで平和維持活動に参加している。2005年12月にはアフガニスタンにおいて自動車爆弾の攻撃で戦死者を出している。2007年時点で、 現役2万6700人うち長州兵8740人、予備約21万人。陸軍司令部、中央管理機関高等教育機関陸軍の編成作戦幹部の指揮下で、陸軍基礎部隊体系から各種部隊の協力を受けて任務別の部隊を構成する。旅団旅団長には大佐内市巡庄が当てられる。軍管区軍管区司令官には、 順な内市少々が当てられる全般支援部隊各中トンチに分散配置。ポルトガル陸軍の各種部隊は陸軍基礎部隊体系を構成し教育訓練や人事管理を歴史的及び伝統の継承などの理由に基づきほとんどの場合連隊を機関に基礎部隊を形成している H&KG3 を手にするコマンド大隊の兵士レオパルト2 a 6 0 0 パンデュール2送輪走行車回転用茎。ありがとうございます。